図書館入門で見られる、延滞料長延滞料、または延滞料金とは、図書館において図書館資料を返却期限を超えて、主に図書館に対して無断で借り続けていた利用者に対して課される罰金のことである。利用者が期日までに図書館資料を返却してくれることを期待して設定される。日割り、または月割りで課される少額の罰金であり、 数年、数十年単位で加算されることはなく、上限が設けられることがほとんどである。多くの国の図書館で導入されており、例としてアメリカ合衆国やイギリスが挙げられる。他方で、ほとんどの図書館で延滞料を徴収しない国もあり、その例として日本が挙げられる。2000年代のトレンドとして、延滞料廃止の流れがある。2000年に施行された、 図書館サービスに関する法律では、日本やその他の先進国と同じように図書館の無料原則が謳われている。その一方で、法律で定められた金額までの延滞料の徴収を明示的に認めている。また、14歳未満の子供に課される延滞料は、大人のそれに対し半分となるように調整されている。現行法の図書館法が施行された後も、 延滞料を徴収していた図書館は少なくなかったと言われている。しかし、貸し出しと閲覧で延滞料を徴収することによって特に延滞が少なくなるかどうかは疑問である。市民の図書館増補版において延滞料の徴収はロー多くして、買い、ママ、少なく図書館にとっても利用者によっても負担が多くなるばかりで効果はほとんど期待できない。などと延滞料の効果が疑われ。 今日の日本における公立図書館はそのほとんどで延滞料を徴収していない。図書館法では延滞料について直接は定めていない。地方自治体によって設置される公立図書館については公立図書館は入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。図書館法第17条という規定がある。ただし、ここで言う。 利用とは借りた状態そのままで期限以内に返すことを指すと解釈でき、したがって延滞料を徴収することに違法性はないという考え方もある。事実、前述の通り現行法の図書館法が施行された後も延滞料を取り続けていた図書館は少なくなかった。公立図書館では徴収されることのない延滞料であるが、 大学図書館の中には延滞料を取り続けているところも存在する。例えば、国際キリスト教大学では、日曜日を除く1回間日、1冊ごと20円の延滞料を徴収しており、滞納したままでは卒業することができない。また、慶応義塾大学でも1冊、1日ごと20円の延滞料が発生する。ただし、一般的な公共図書館にある貸し出し停止措置は、 採用していない。シンガポールの図書館では、1日の延滞で0.5ドル、ないしは0.15ドルの料金が徴収される。料金の徴収は、機械で行われ、払わないでいると貸し出しが停止され、図書館の提供する、あらゆるサービスが利用できなくなる。ライブラリージャーナル氏が、2017年1月にアンケートを行ったところ、454巻から返答があり、 92%の図書館で延滞料を徴収していることが分かった。罰金として徴収している図書館では平均3345ドルの収入があるという。多くの図書館運営者は延滞料が低所得者層を中心とした利用への障壁となり、図書館の使命や原則に反しているということを感じ取ってはいるが、運営費の問題が残されている。ただ、延滞料が 全体の予算に占める割合は1%未満となることが多い。また、図書館員は延滞料の徴収に際してストレスを感じることがある。アメリカ図書館協会の2部会、公共図書館部会と児童図書館サービス部会は、延滞料の不安からティーンエイジャーを解放する方針を再考してほしいと図書館に求めている。2017年1月の調査によれば、 延滞料の廃止を検討している図書館は全体の約34%であり、また多くの図書館では延滞資料の返却を促すため代替案の提示や帳消しを実施している。そうした活動の一つとしてフードフォーフィネスプログラムが挙げられる。このプログラムは延滞利用者が缶詰の食品を寄付する代わりとして延滞料を免除してもらえるもので世界中の図書館で 一般的なものとなっている。また、児童やティーンエイジャーを対象とするリードダウンプログラムを実施する図書館もある。このプログラムでは、読書に費やした時間、または読んだ本の冊数に応じて延滞量が減額される。別な図書館では、図書館資料が返却されるまで、図書館の一部サービスが受けられないようにしている。図書館会では、 延滞料を課すべきか否かについて長い間議論を交わされ続けている。ALA の方針のうち61番目は貧しい人に図書館サービスをである。そこでは図書館、情報サービスを受ける上でのあらゆる障壁、特に利用料や延滞料の排除を強調している。他の学者は延滞量が図書館を継続して利用してもらう上で障壁になっているのであれば、 これを撤廃するべきであると主張している。ゲックナーは、延滞量が制限要因となりうることを示した。一方で、図書館は、財政的な困難にもあり、利用料や延滞料が収入源となっていることもまた、事実である。図書館の中には、延滞料の徴収を強めてきたところもある。図書館資料を長期にわたり延滞し続ける利用者が、逮捕されたり、 利用者の信用情報に負に働くようなところもある。コロラド州、ワシントン州、アイオワ州、ウィスコンシン州、テキサス州では実際に本を返却しなかったことで逮捕されている。このような懲罰的措置は延滞料の徴収ではなく、盗まれた図書館資料の回収のために行使されるのが一般的である。延滞料は期日通りの返却を促すために設定されているが、 その実効性については疑問符がつく。バンディは延滞量に根拠がないどころか、たまりに溜まった延滞量が資料の返却に悪影響となる可能性を指摘している。ありがとうございます。